コートの中には魔物が住むの。頼れる仲間はみんな目が死んでる。バレーにかけた青春でも100万が日和。高速ライダーマッハデュ。いい加減俺と付き合えよユリコ。嫌よ、私は走り屋なんて大嫌いなのよ。俺のバイクを見てもそんなことが言えるのかな。なんとヨーロッパから取り寄せた一流の最高級マシンを究極までパワーアップさせたすごいやつだぜ。タイヤも座るところもごちゃごちゃしたところも他のバイクの比じゃねえ。最強だ。俺のバイクの後ろに座れ。絶対俺に惚れさせてやるぜ。彼女は嫌がってるぜ。やめない。誰で突っ込んでろよ。俺はマッハリョウ。何、お前があの伝説の走り屋。あんたも走り屋なら走りで女に惚れさせたらどうなんだ。別名峠のバズーカ東郷さんよ。俺を知ってるとはさすがだな。伝説の走り屋、別名峠越えのバズーカマッハリョウ、俺と勝負しろ。私のために争うなんてやめて。先に峠を越えた方の勝ちだぜ。いいだろう。なんてスタートの加速だ。早い。奴のマシンは化け物か。だが俺のマシンも負けてねえぜ。後輪の前のごちゃごちゃしたあたりの改造がすごいんだぜ。すごいパワーの部品に変えて爆発的なパワーが出るようになったんだ。抜いたぜ。やるな東郷、どこで買ったか知らないがいいマシンだ。いい音させてやがる。だが悪いな、俺のマシンも波じゃないんだ。わざわざヨーロッパから取り寄せた上にエンジンもタイヤもハンドルもライトもすごい改造を施し、すごい速さを実現したこいつの前ではどんなパワーのバイクも1トルだぜ。なんだと。さすが伝説の走り屋。だがこの先は何人もの走り屋を葬ってきた死のカーブ。その速度じゃ曲がりきれねえぜ。なに、曲がった。なんてやつだ。あんなに斜めになってやがる。畜生、負けられねえ。やってやる。俺だってあれくらい斜めになれるはずだ。自分を信じろ。やってやるぜ。よよに、俺と同じくらい斜めに。無事だ、倒れるぞ。なんとか倒れずに済んだ。おい、まったく到着だ。引き分けか。しかし俺が転ばなかったのは運が良かっただけだ。俺の負けだよマッハリ。勉強させてもらったぞ東郷。俺もあんたから一つ教わったぜ。必要なのは知識やテクニックじゃない、思い切ってやってみる勇気だってことをな。素